日本の大学入試で筆記の一発入試が疑問視されることがありますが、外部の検定等をもっと導入すればいいのではないかと思うんですが、エルクさん思いますか？僕もそう思います。例えば英語に限って言えば英検準1級を取れば共通テストとみなし満点とするような措置が取られたりします。英語に限らず一発勝負という側面は避けられないものですが、アメリカの大学に入学したいという時ってトフルっていう試験を受けるんですけど、トフルって2ヶ月に1回ぐらい確か日本でやってて、どの月で受けても自分の最高得点を申告すればいいっていうシステムなんですよね。なのでたまたま風邪ひきましたとか体調悪いでしたっていう時では、それはダメな点数なんですけど、自分の体調がめちゃめちゃいいところの点数を出せばいいっていう仕組みなので、なので僕もそっちの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、多分利権の問題が絡むんじゃないかなと思いますけどね。結局例えばじゃあ早稲田大学とかって確か受験生10万人とか来るんですよね。でそれがじゃあトフルで受けられますとか英検で受けられますって言っちゃうと、1人当たりの受験料3万円がもらえなくなっちゃうんですよ。いや、早稲田大学で受験ってするっていうだけで10万人から3万円もらえるんですよね。なので、30億円だよねっていうぐらいの額なんですけど、それがじゃあ他のトフルとかトイックとかでいいですよってなると、その試験受けるわけでもないのに3万円取れないよね。1万円ってじゃあ申し込みで1万円だよねみたいになっちゃうと、もうそこで20億円とか飛ぶわけじゃないですか。なので結局金儲けのためにやってるんじゃないかなと思いますけど、だから国立大学とか、だからそういう意味では別に他の資格を併用するっていうのをちゃんとやればいいんじゃないかなと思いますけどね。